はい、ともこみです。さあ、今日はツンギン組から見ていこうかなというふうに思っています。今日は、ホグライダーなんですけども、単なるホグではなくて、結構ね、ホグにこの組み合わせかっていうやつを、皆さんに見ていってもらおうというふうに思ってますんで、ホグライダー系のね、戦術を使っている方、タウンホール15以外の方でも結構今日の動画、入りの部分の参考すごくなると思うんで、ぜひ最後までご覧いただいていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではですね、まず一発目が一番衝撃的なやつ見ていきましょう。ブルームさんですね。これはよく見極めたなっていう感じがしますね、この村の特徴を。持っていってる呪文がコウモリ5なんですね。はい、このコウモリ5どうするかっていうと、イエティで、ここ、ウィズトのタギを取っておいてからのコウモリ5一気出しですね。で、アーチャークイーンで、このね、大砲とかをカットすることによって、モノリスに向けてコウモリが向かっていくように仕向けます。もう、まあまあ、基本的に、コウモリって、モノリスの攻撃なんか怖くもなんともないですね。これ、攻撃速度が遅いんで。はい。なんで、そこをゴリゴリ押していって、まあ、このウィズトでもやられちゃうのは計算済みという感じですね。はい、この大砲まで壊してくれたのがちょっと美味しかったのかな。はい、で、アーチャークイーンはバーバリアンキングですね。しっかりスーパー、バーバリアンとストライカーを使って、相手のババキンを9時方面で処理しながらタウンホールにこのまま向かっていくという形になります。で、タウンホール周辺の防衛のダメージが、クイーンに入らないように、キングでしっかり盾を取っていってあげるという形ですね。ちょっとここ一瞬ヒヤッとしましたけどね、援軍が連れてきて、クイーンがどっか変なとこ行かないかなっていう心配をしたんですが、ギリギリここは大丈夫でしたね。はい、マルチインフェルノとシングルインフェルノのダメージを受けちゃうんで、インビジブルで一旦隠れてクロークを発動してタウンホールをこう壊すという格好ですね。ババキンの仕事が思ったよりもやっぱり伸びなかったですね。アイスゴリムと、なんだこいつ。ロケットバルーンがいたせいで、ちょっと、ね、仕事をね、封じ込められた感がありますけど、まあ、ただ、この時点で、キングクイーンを使ってタウンホールプラス援軍処理という大きな、バリューを取ってますんでね。あとはこのまま、スーパーホグライダーを回していくだけという形になります。この入りはでもすごいですね。今、まあ、ホグライダーに使ってるけど、別にホグライダーではなくても、こういうところって、まあ、タウンホールがあって、その奥側ですよね。奥側って割と単発攻撃が強かったりするんですね。要は、クイヒーを止めるとか、あとはドラゴンで攻めてきてもタウンホールを壊した後回り込んできたヒーロー、キングクイーンをここで潰すっていう意図があったりして、あんまりね、ウィズ島とか、投石機ってここら辺に置かれないじゃないですか。マルチインフェルノもそうですよね。ここに置かれるインフェルノって結構シングルが多いと思うんですけど、そういったところっていうのをこう逆手にとってね、コウモリでタウンホールの目の前を全部潰していってから、その奥側のタウンホールをクイーンで射抜いていくっていう、このね、コンビネーションが痺れましたね。これうまかったっすね。めちゃくちゃ興奮しました。はい。このテクニックはちょっとマジでね、こういう、戦術ね、ホグライダーとか使える方以外でも、ラバルもそうだと思うんですけども、覚えておいてもらうと強いんじゃないかなというふうに思います。圧倒的ですね。はい。ロイヤルチャンピオン、グランドオーデン、ホグライダー大量に残して、ドリルもいて、楽勝で全開という感じです。パワフルですね。呪文こんだけ序盤使ったのに、こんだけのパワフルさが終盤残るっていうのは、このコウモリ5個の呪文の枠っていうのは全然無駄じゃなかったっていうか、むしろ効率的だったってことをやっぱり示してるんじゃないかなと思うんですけども、他の方法もいろいろ見ていこうと思います。次は天才型ですね。天才スーサイドホグですね。はい、まず、持っていってる呪文の構成は、ライトニング6の、クエイクが1ですね。この構成で持っていって、こいつをどこに使っていくかというところ。まず手前側にあった大砲かな。こいつは、シューターでしっかり破壊してあげて、シューターじゃないね。ガーゴイル、イエティ出したのか。見てもらわなかったけども。ごめん。はい。潰して、シューターを出せる形を作りますよね。シューターをまず打っておいてから、そのシューターがゴリゴリ削っている間にライトニング打つっていうのがポイントですね。で、しっかり相手のアーチャークイーンにもライトニングを入れることによって、ライトニングのダメージが無駄にならないようにね、ヒーローにが周りにいる場合にはヒーローも絶対巻き込むっていうのは鉄板かなというふうに思うんですけど、それをやっています。で、タウンホール前、ここも見方がすごくうまいですね。援軍が釣れるんですけど、相手釣るんじゃなくって、もうタウンホール前って、タウンが起動しなければ、まあまあダメージはすごく弱いですね。この部分を点差で壊しちゃってるから、
ダメージの秒間当てのダメージが低いんですよね。なんでもうそこにキングぶち込んじゃって、もう難しいことをせずにキングで相手の防衛軍殴り潰してからタウンホールを壊していこうという順番にしていますね。アーチャークイーンをイーグル方面に進めていくイメージで壁の中を歩かせる。でその盾役としてホグライダーを出していくっていうところですね。ただここちょっとクロスボウダメージが入っちゃったんですが、キングがしっかりフィストを発動してここを破壊していく。上方面はトームプラスホグライダーレイジをかけていって一気に突破ですね。素晴らしい。あとはもう回収っていう感じですかね。外周に出しているのはこれはイエティとストライカーで相手のキングを処理していくという感じ。さらに、手持ちのホグを4体かな、ここから出していって、スーパーホグライダーが、ね、壊しきれなかった周辺のところを壊していく。さらに、シューターから出てきたスーパーホグライダーも合流して、この12時方面の角ですね、ここをみんな潰していきますね。いやこの流れはさすがですね。もうヒロヤさんだからできるそのタイムマネジメントユニットたちの連動ですねだなと思うんですけども、まあ序盤のやっぱりあのライトニングで結構な枠を使ってるんですけど、それでもやっぱスパホグがこれだけあの仕事ができるっていうポテンシャルがあるというところですね。見てほしかったポイントは、はい、まあなんでライトニングからのあのスーパーホグっていうのもスパホグを使う上では形としては作れるパターンになるというところですね。ではラスト、まあ、これこそヒロヤさんかなっていうのはあったので、ヒロヤさんの動画すごい多いね僕のねチャンネルでもでも上手いからなしょうがないですよね、はい、さあこれこそヒロヤさんですね。まずバルーンを当てていってからの突撃艦、まあ、ここは枠節約ですかね。なんだっけ、ラバを使ってもいいんですけど、ラバ使っちゃうとここの防衛を壊せないので、壊せなくなっちゃうんで、ラバではなくてバルーンにすることによって、その突撃が通っていく道中も壊しながら突撃艦を目的地まで届けるという形ですね。で、トスウィズですね、スーパーウィザードを使ってタウンホール周辺をゴリッと破壊していきます。このボムタワーとかね、こういうところもチェーンがちゃんと入るんで、こういう風に、はい、幅広く削れますよね。で、落とした場所っていうのもちゃんと見極めていて、ここには 2つマス空きがないので巨爆はないだろうっていう判断ですね。なんでここに落としていって、タウンホールにしっかりスパウィズが刺さるっていうことを計算して打ってます。こういう風にタウンホール周辺に2マス空きのスペースがないような配置の場合には、もう思い切ってそこにトスビズを突っ込ましちゃうっていうのもありっていうことですよね。まあ、そういう方法が使えますよっていうのもまあ示してくれているようなアタックなのかなということで、ちょっとねこちらの動画を上げているわけなんですけども、あんまり使わなくはなってますけどね。ただまあ怖いのは巨爆なので、別にこう巨爆さえなければトスビズは、はい、まだ普通に使える、なんていうのかな、テクニックっていうか、はい、なんじゃないかなと思います。で残りはスパホですね。アーチャークイーンクローク発動、ホグはばらけそうでばらけないですね。しっかりこういうところもアチャ島に小出しのホグを入れることによって、ここを破壊していって、ホグが真ん中真ん中にこう向かうようにしてますね。で、投石機のダメージが入るところでトームからのレイジで一気にこの高火力ゾーンを突破していくという形なんですが、まあ、数が少なくなっちゃったけど、ロイちゃんがやっぱね最後まで残るんですね、スパホグ戦術って。おまけに呪文もすごいですね、フリーズ2枚のインビジ2枚残ってるんで、まあ、ここまで残されちゃったらどうしようもないでしょうという感じですね。はい、その呪文をこれからふんだんに使ってロイヤルチャンピオンで最後締めていくという形になります。フリーズ、あ、これクロスボウにかけたかったんじゃないかな、そんなことないか、マルチインフェルノの方を優先したのかな。はい、あとはインビジ2枚、しかもロイちゃんもホーミングシールド残してるんで、ここでブンブンブンとして全開です。あーすごいですね。スパホグを使うと一言で言っても、よく見られるクイヒースパホグみたいな形から、今回見てもらったようなスーサイド型ですね、ヒーローダイブっていう風に英語で言うのかな、はい、まあ、それにつなげるためのスパビズであったり、あとはライトニングクエイクであったり、あとよく見られるのは、タウンホールの裏からランチャーを使って、攻めていくタイプのスーサイドからのホグっていうね、いや形もよく見たりしますけども、まあ、いずれにせよこのスパホグって今トッププロの中でもかなり使用頻度の高いユニットにやっぱなってきていて、ナスカイ大会でもすごく活躍すると思うんですよね。まあ、そういったユニットの、まあ、使いやすい形であったり、あとは少し奇抜なコウモリをね使った序盤の入りというのをちょっと見てもらいましたが、まあ、いずれもホグを使うにしても序盤のコウモリを使うにしても参考になる動画になっているんじゃないかと思いますので、ぜひですね、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。